はい、それではですね、次にね、プロとして生き残るためにはみたいな話をしたいと思います。で、これね、大体ね、まあさっきも言いましたけど、対応するブログってのがあるんですよ、大体この題名にね。なんで、ちょっとそれも一応合わせて見てほしいんですよ。生き残るためにね。てんてんてん。うん。そうね。まずはね、本当にね、当たり前の話で、もう当たり前の話しますよ。もう当たり前の話が、もう技術でしょうね。ある程度技術っていうのが、ある程度火力っていうか、技能ね。これ最低条件だよね。その、まあ、なんだかんだその、なんつうのかな、その、綺麗事とか言ってもですよ。ね、結局は実力じゃないですか、ある程度。ある程度ね。がないと、まあ、話にならないよね。なんか、いや、口うまくなると、ね、より稼げるようになりますよとか、勉強はできないよりできた方がいいですよとか、なんかいろいろ言うじゃないですか。わかんないけどね。いろいろ言うけど、やっぱりそこがないといかんのじゃないですか。で、本当になんか僕は、その条件っていうのもなんですけどね、一応絵で食って、まあ、プロっても一応絵のプロってことね。絵のプロとして生きていくためには、やっぱりこれは言えんじゃないの？親戚とか親とか親戚を、まずは黙らせるというか、こう、ねじ伏せるというか、びっくりさせるというか、やっぱこれは、最低限いるんじゃないですかね。うん。そう。じゃないとダメだと俺思うんだよね、うん、最低限の条件ね、うん、でまあ現実的に例えばですよ、僕は、漫画家イラストレーターに関しては詳しくないんで、まあ、アニメーターに関してだけだよ、漫画家イラストレーターは多分この限りではないと思います。アニメーターに関してだけ言える一つだけ、言えること、うんとね、正確に早く模写すること、これが慣れるか慣れ、まあ、その後生き残れるかどうかで言うと、正確に早く模写できれば、はっきり言って、キャラ表を写すのも早いし、仕事そのものが全部早い、はっきり言って。で、これができない人は、仕事の上乗せができない。仕事の上乗せっていうのは技術の吸収ができない、仕事遅い、もう全ての作業が遅い。だから簡単に言うと、キャッチボールできないプロ野球選手みたいな感じ。素振りができないプロ野球選手みたいな感じで、アニメの仕事全般に、本当に最低条件僕が言えるのは、これなんですよ。で、まあ僕がそのね、新人原画マンとかを養成してるところで、まあある動画マンの子にも言ってたのは、やっぱりちょっとその子の技術力は厳しいっていうところで、結局もう、急がば回るで、やっぱ正確にこのキャラ表を模写することができなければ、トレスも実はできないんです、これ。これができないってことは、トレスもままならない。トレスって難しいですからね、めちゃくちゃ。もう下に絵ある絵をなぞるんだけど、実は、線の上をなぞることって、できないんですよ。見れないんですよ。この線の上をなぞってるときって、その線は見れないでしょ。ってことは、この下にこう、例えばこう、透けてこうある線を、実は先々、こうやって、あ、こんな風に何度もなぞっちゃダメよ。先々を、実は、追ってかなきゃいけないわけ。要するに、模写してるのと同じ、例えば少しこう、複雑なこういう曲線があるとしますよ。これをトレースしてくださいっていうのに、ガチコーン、みたいな。あれ？なんか元の絵と違いますけど、みたいな。このカーブがなんか硬くなりましたね、線が。っていうのは、このカーブを読めてないと。この微妙なカーブ感っていうのを実は模写しできないと。このカーブを読めてないと。自分の中で読めてないとね。自分の中で読めてないと、実は要するに正確に模写、正確にその先の線を認識してそれを表現できないと、結局は、トレースできないんですよ。だから、要するに目です。目と手が鍛えられてない状態でアニメーターになっちゃうと、はっきり言って、ちょっと、うまくならないんですよ、要するには。うまくならない、早く描けない、
食えないみたいな負の無限ループみたいなのにどんどんはまっていくので、僕がアニメーターの最低条件、絶対これだけはなった方がいいよっていうのはもう正確に早く無茶することなんですが、なんとアニメーターにみんな慣れちゃいますなるには慣れるけど生き残れないんですよあのね、慣れるんですよ。はっきり言って専門学校行って、専門行っちゃって、その後にまあ、大手スタジオ受けます、落ちました、いろんなスタジオいっぱい受けました、落ちました、受けました、落ちました、あれなんかあるし、某下請けを受かっちゃいました、いやーね、せっかく専門も行ったしさみたいなね、美大でもいいですよ、専門美大行ったのに何もね、アニメーターになんないっていうのはちょっともったいないでしょ、せっかくいい学校行ったり、でも高い学校行ったりね、なのに、大手もう落ちた全部落ちたけど、じゃあそこに行くかってなっちゃうわけですよ。これでね、これはこの人がプロとしての最低限度の技能があるかないかじゃなくて、はっきり言って人手がなかったからなっただけなんですよ。はっきり言って残酷ですけど、プロとして生き残るだけの技能があるかないかというと、ないかもしれない。この人にその後の成長してって上手くなるかもしれない。だけど僕は個人的にはさっき言ったように正確に模写できないと、さっきの理由でちょっと生き残るのはしんどいんじゃないんですかって言ったよね。はっきりと言ってプロとして生き残る技術がなくても、はっきりとしてプロになれちゃえば、なれはします。しかしちょっとその後継続的に、生き残るのはちょっと厳しいかもしれません。で、難しいんだけど、はっきり言って、じゃあプロとして生き残るためには何なの？実は僕はアニメーターに関してはそういう知識がなんとなくありました。で、おそらく皆さんが進みたいである他のこのね、放送を聞いてると漫画とかイラスト、僕はこっちの方が、専門外なんで、偉そうなことは言えないです。少なくとも生き残るためにはこれは必要なんじゃないのっていう最低条件を分かってますか？最低条件って何でしょうね。最低条件をちゃんと自覚して、それに対してちゃんと自分が弱点補強しようっていう、まずはこれが多分生き残る最低条件なんじゃないのっていうのをちゃんと自分で自覚できる、分かる、その、そうだね、いいね、そう、毒マシマシでとか言って言ってる人もいるね。コミュ力、締め切り守る、そうだね。ああ、プロ野球選手の育成枠とかリアルだね、ほんとそんな感じ。うん、キラリと光るのがあるあってとかじゃないんだ。そんなんじゃないよ、そんなのよくわかんねえもんじゃねえよそれは昔の話です。それは何にも情報がないとか、そういう話だよね。そう。よし、じゃあここら辺でチラ見せ終わります。ここら辺から有料放送に移りたいと思います。はい、では、この後じゃあね、他の職業、まあ他の職業に関しては僕はちょっと、言えないけど、そもそもじゃあどんな風にしてね生き残ってったらいいのっていうの、まず今最低条件の話ですけど、その他の条件っていうかな、その後どうやって生き残ってったらいいの、じゃあまず、まあ動画から原画になるとかね、そのぐらいだったらなんとかね、慣れないことはないんだけど、その後さらにどうやってったらいいのみたいな話をいろいろしてきますよ。っていうね。はい。そう。というところで、はい。そんな感じでした。はい。皆さん、有料の方、お疲れ様でした。じゃあねー。